タニアのマリアを思い出してください。そして彼がベタニアの雷病人シモンの家で肉を食べていると、一人の女性が非常に貴重なスパイクナードの軟膏が入った石化石膏の箱を持って彼のところにやってきました。それから彼女は箱を割って彼の頭にそれを注ぎました。そして彼らの中には、なぜそんなに多くの軟膏を無駄にしたのかと怒った人もいました。というのは、それは300ペンス以上で売られ、貧しい人々に与えられた可能性があるからです。そして彼らは彼女に対してつぶやいた。そしてイエスは彼女を放っておいてくださいと言われました。なぜ彼女を困らせるのでしょうか？彼女は私のために良い仕事をしてくれました。なぜなら、あなたにはいつも貧しい人たちがいて、望むならいつでも彼らに良いことをすることができるからです。でも、あなたはいつも私と一緒にいるわけではありません。彼女はできる限りのことをしました。彼女は埋葬のために私の体に油を塗るために最初に来ました。正直にあなたたちに言いますが、世界中のどこであろうと、この福音が伝えられるところには彼女のしたことも記念として記憶されるでしょう。ルコ14、39。イエス・キリストだけが救える。そして彼女は息子を産むでしょう。そしてあなたは彼の名前をイエスと呼ぶでしょう。彼は彼の民を彼らの罪から救うからです。第1時21分。神は世をとても愛して、ご自分の一人子をお与えになったので、彼を信じる者は誰でも滅びず、永遠の命を得ることができるからです。ヨハネ3時16分。イエスは彼に言った、私は道であり、真理であり、命である。私によらなければ、誰も父のもとに来ることはない。ヨハネ14対6。他の者にも救いはありません。なぜなら、雨の下で人間の間に与えられる名前は他にないからであり、それによって私たちは救われなければなりません。使徒4時12分。なぜなら、私はまず、私も受けたもの、すなわち聖書に従ってキリストが私たちの罪のためにどのように死んだかをあなた方に伝えたからです。そして、聖書の通り、彼は埋葬され、三日目によみがえったとされています。1コリント15、3、4。私たちはこの方において、彼の血による救い、彼の豊かな恵みに応じた罪の許しを得ます。エペソ人への手紙1対7。私たちが完全に理解しなければならない4つの真実があります。1、神はあなたをとても愛しています。神はあなたが天国で永遠の命を共に持つことを望んでおられます。神は世をとても愛して、ご自分の一人子をお与えになったので、彼を信じる者は誰でも滅びず、永遠の命を得ることができるからです。ヨハネ3時16分。彼はあなたが彼と一緒に豊かで有意義な人生を送ることを望んでいます。泥棒は来るのではなく、住んだり、殺したり、滅ぼしたりするためです。私が来たのは、彼らが命を得るため、そしてそれをより豊かに得るためです。ヨハネ10時10分。それにもかかわらず、多くの人は有意義な人生を経験しておらず、永遠の命があるかどうか確信が持てません。2、人間は本質的に罪深いものです。それが彼が神から離れている理由です。すべての人が罪を犯しました。
すべての人は罪を犯しており、神の栄光を受けられないからです。ローマ人への手紙3時23分。金銭への愛は諸悪の根源だからです。テモテ第1、6時10分。罪の代償は死です。罪の報いは死だから。ローマ人への手紙6時23分。聖書は次の2つの種類の死を特定しています。肉体的な死、そして人間には一度死ぬことが定められているが、その後には裁きが下される、ヘブライ9時27分。霊的な死、または地獄での神からの永遠の分離。しかし、恐ろしいもの、不信仰なもの、忌まわしいもの、殺人者、売春婦、魔術師、偶像崇拝者、そしてすべての嘘をつく者は、火と硫黄で燃える湖の中でその役割を果たすことになる。これは第二の死である。黙示録21:8。もし人間が罪のせいで神から引き離されているとしたら、この問題の解決策は何でしょうか？私たちは解決策は宗教、善行、善行であると考えがちです。しかし、神からの解決策は一つしかありません。3、イエス・キリストが天国へ行く唯一の道です。これは神の宣言です。イエスは彼に言った、私は道であり、真理であり、命である。私によらなければ、誰も父のもとに来ることはない。ヨハネ14:6。神は私たちの罪に対する完全な罰を支払ってくださいました。なぜなら、キリストも、かつては義なる者が不正な者のために苦しみ、私たちを神のもとに導くため、肉においては死に所せられましたが、御霊によって生かされたからです。1ペテロ3時18分。私たちはこの方において、彼の血による救い、彼の豊かな恵みに応じた罪の許しを得ます。エペソ人への手紙1:7。神には永遠の命の約束があります。御子を信じる者は永遠の命を持っています。そして御子を信じない者は命を見ることができません。しかし神の怒りは彼にとどまる。ヨハネ3時36分。罪の報酬は死だからです。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命です。ローマ人への手紙6時23分。私たちは救われるためにイエス・キリストを信じる必要があります。私たちの救いはイエス・キリストへの信仰を通しての神の恵みによるものです。なぜなら、あなた方は恵みによって信仰を通して救われたからです。そしてそれはあなた自身からのものではありません。これは神の賜物です。行いからのものではありません。誰も誇ることがないように、エペソ人への手紙に、8:9、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるからです。ローマ人への手紙10時13分。愛人の祈り、信仰を持ってこれを祈りましょう。主イエスよ、私を愛してくださって本当にありがとうございます。私は罪人であることを告白し、あなたの許しを求めます。私のすべての罪を償うために、十字架での死、埋葬、そして復活をありがとう。私はあなたを私の主であり救い主として信頼します。私はあなたからの永遠の命の贈り物を受け取り、私の命をあなたに捧げます。
あなたの命令をすべて守り、あなたの目に喜ばれるよう助けてください。アーメン。あなたがイエス・キリストを信頼したなら、次のことがあなたに起こります。今、あなたは神と共に永遠の命を持っています。そして、これが私を使わした方のご意志です。御子を見て彼を信じる者が皆永遠の命を得るということであり、私は終わりの日に彼をよみがえらせます。パネ6時40分。あなたの罪はすべて支払われ、許されました。過去現在未来、しかし、この人は、永遠の罪のために一つの犠牲を捧げた後、神の右に座りました。ブライ人への手紙10時12分。あなたは神の目には新しい創造物です。それはあなたの新しい人生の始まりです。したがって、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなる。コリント第2、5時17分。あなたは神の子になりました。しかし、彼を受け入れた多くの人は、彼の名を信じる人々にさえ、神の異なる力を与えました。ヨハネ1時12分。良い行いは私たちが救われるための手段ではありませんが、私たちの救いの証拠または成果です。なぜなら、私たちは神の作品であり、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたからであり、神は私たちがその良い行いの中を歩むように以前から定めておられたからです。エペソ人への手紙2時10分。神のお恵みがありますように。